はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、教科街道高校やっていきたいと思います。でちなみにですね、虫歯です。虫歯だとコントロールが上がるんだっけ。結構ね、初期値高いと思うんだよね。コントロール55って、もう5上げれば C になるからね。で今回のデッキはですね、ミチルちゃんを、ちなみにこれミチルでいいんだよね、読み方は分かんないんですけど、ミチルちゃん PSR、50をお借りすることができましたので、っていうかミチルちゃんの PSR50 とかどうやって作ったんだっていう感じなんですけれども、使っていきたいと思います。相棒キャラクターですね。で、テーブルの方はまあ多分相棒キャラクター系で一緒だとは思うんですけれども、ミチルちゃんに関してはコントロールの上限アップがついてます。で、固有は一緒に練習すると、やる気の効果アップ、やる気効果アップですね。で、50になりますのでイベントボーナス 80% ですね。まあ、相棒キャラクターはね、50にするとイベントボーナスがめっちゃ上がるんで、ここで 50% から一気にね 80% まで上がりますので、まあ、50で使えば結構強いかなと思います。試合経験点ボーナスもついてるしね。で技術ボーナスですと、いったところになります。初仕様なんで、ちょっとイベントが起こったら見ながらやっていきましょう。でコントロール上限アップ、まあ、強化解答高校はね、特異練習、2種類持ちはちょっと微妙なんですけれども、やっぱり虹谷はね、根骨持ちなので、入れていきます。今回、うなごろうくんを入れてます。でうなごろうくんのね、金徳関係のイベントも成功率が上がったみたいなので、どのくらい上がったのか知らないんですけれども、ちょっと船五郎くんに関してはできればジャイロホークとか取っていきたいよね。で変化球要因で、葵ちゃんです。まあ、葵ちゃんというか野球マン1号と、サンタ立川、そして、まあ、一応ちょっと精神要因と技術要因で、三田村くんを入れてます。まあ、三田村くんはね、低めのコツがありますので、サンタ立川の、開骨要因でもあります。こんな感じでやっていきましょう。で虫歯だからね、虫歯ちょっと直しとこう。筋力ポイントがそもそも入らないからね、それ1週間で治んないよね。俺も虫歯直すの結構かかったからね、4、5ヶ月かかった。一応ちょっと見る。変化球、あーでもうなごろくんか、こっちにしよう。虫歯が治った、直しとけよ虫歯なんて。でみちるちゃん、ちょっと待ってね、まゆむらみちるちゃん、そうだね。でまゆむらみちるちゃんはね、自己紹介で体力が回復するんですけど、虫歯を治してたので特に関係ありませんでした。とでここは虹谷のコツを回収に行きますか。葵ちゃん守備か、まあいいけどね。よし、根骨とりあえず3。まあ葵ちゃんはね、変化球ボーナスなんで本当に変化球でしか生きないんで、まあ何でもいいっちゃ何でもいいんだけどね。みちるちゃんいますね。まあやっていきますか。コントロールでほい、ちょっと待って、あ何も起きなかったか。みちるちゃんはどっちかっていうと回復系のキャラなのかな。で街道結構久々だな。虹谷は回収していきたいよね。やっぱり回収していきたいよ、優先的に。はい、ありがとう。コントロール、よくストライク取れたな。ストライクっていうか三振。あ、ちょっと待って、憧れの投手パパを倒したこいつえ、これは憧れの投手だから通常イベントだよね。ちょっと通常イベントを見ていきます。お父さんのにすると、投手だとバント富士、体力は回復して技術精神で、そのピッチャーにすると体力回復して技術精神で順応のコツで、俺も尊敬にするとやる気は減るけれども体力技術精神でいいやつになるのか。なるほど、まだ最初だからね、いいやつになっとこう。もう尊敬してるけど、雑誌買ってもらった。やる気が下がるのこれで。やる気が下がる意味がわからん。別にいいだろ、上がって。
コツかミチルちゃんかって言われたらちょっとコツを回収したいね。3人いるからね、ここいいね。10上がるのやっぱいいよね。ここでさらに8上がるし、あー3回練習いけんのか。コツに地谷みちるちゃんか。でもまあちょっとここやっとこう。市原の逆襲、あーしまった、あ逆襲の市原張ったんだ、忘れてた、久々しすぎて忘れた。変化球が何もない、てか能力が何も上がってない。131キロ、どうだ、取ってくれ、ファールか。なんとかこの精密機械的なコントロール、ゲーあぶねえ、コントロールずれたし、とりあえず勝った。いいね、みちるちゃんの評価13上がって、チームメイト評価も上がって、やる気も復活。体力を回復します。コーチか、ちょっと微妙だよね、体力量が。頼む、おにぎりプリーズ。お腹減った、特製完璧だ、男らしい。もうタックが組めるね、しかも虹谷いいね。チルちゃんはまだか、まあ、3回練習狙っていきますか。ほい、あれそういえばそろそろさ、黄色い1000円、これはいいや、ゲージがたまるんじゃないか。で野五郎くんがいるから、いいねいいね、あちょうどたまり始めたところか。うん、みちるちゃん評価が乗ってないけど、まあ、タッグも来てることだし、ちょっとこれは行きましょう。いいやつにみちるちゃんの評価関係ないのか。変化球、おいー、ダブルタッグかよー、どうするよー、どうする、ちょっとやってみる、ブレイクスルー。みちるちゃんいたからね、エールも発動するんだっけ。あいいねいいねいいね、これはやるべきでしょ、こっちで。そして死んでいく。体力回復か、で絆、いいよ、何がいいんだか分かんないけど。さてこれはもう無理だけど、どうする。これね、実は今回これを持ってきてるんですよね。飲んじゃおう、使い忘れるからね、間違えちゃったよ。ほい、でここは3回狙っていくか。これどうしようかな、まあ、いっか、お疲れで。伝染する同士、お任せする。虹谷、ちょっと待ってね、キレって取れないよね、ピンショポイントが何にもねえわ。ほい、キレ、どうしようかな、ピンショポイント稼げるあれじゃないんだよね。ということはやっぱりドクター K を取りに行きますか。諦めるのは早い、でコツ、まあ、コツありだからダブルタックが発生しているけど、ここでいいでしょう。投資、練習メニュー、そうか、上げとかなきゃいけないんだっけ、なるべく。ここやっても死ぬからな。虹谷か、虹谷すげえコツくるな。ちょっと一回
揃えるか。コントロールは上げとこう。スタミナがなさすぎるな。なんか最悪。抑えとか中継ぎキャラにしようかな。じゃあジャイロフォーク覚えたいから、高速スライダー、カーブ、3種類覚えよう。高速進化いいね。でブレイクスルーを打つかどうか、コツありか。のごろうくん、いややろう。いやメンタル超回復して、これもったいないかもしんないけどな。117150160くらいか。90、いやちょっとこれこっちだな。ダブルタックだから悪くない。さらに体力回復、さらに体力回復よしよしじゃないけどさ、まあまあまあ、つかなかったからよしとする。でダブルタックいいね。これ回復しといた甲斐があったな。さっき怪我しにくさ、あ、ありがとうございます。どうしようかな、狙いに行くか。まあみちるちゃんもいるしね、ちょっと虹たりのコツは取っておきたい気もするけど、やっぱり3回練習オッケーどうだこれいけるか。理想は理想。17%やろ。これは何、何でもいいや、守備。あ、ピンショーポイントありがとうございます。さてのごろくんが走り出したね。のごろくんが走り出したんで148まで持ってこう。さて変化球もできれば上げるだけ上げておきたい。さすがに4球種目は取れないか。じゃあ高速スライダーを上げておく。ちょっとでもあんまり変わんないっちゃ変わんない。2球種目、321が331になるだけだからね。だったらもう1球種狙っていく。そうしよう。でポイントっていうかゲージ的にちょっとメンタル練習して、これどうしようかな。あー取っとけばよかった、怪我しにくさ取っとけばよかったね。回復どれくらいするんだ。クリスマス、クリスマスはないのか、お正月か。そうかそうかそうか、お正月しかないんだ。じゃあ丈夫な体、怪我しにくさ丸になるからね。直撮りできるのがでかいよね。で回復しに走ろう。特に彼女キャラがいるわけじゃないので。さてじゃあこっから3回練習を狙いたいんだけど、虹谷か重要だよね。コツは重要。ダッツさん病院へ行きなさい。で初詣に行く。うーん回復しよう。あーしまった、回復しなくてよかったんだ、間違えたなんか一人初詣になると間違えちゃう。低め、あこいつ低めくれんだ。西谷、ダッツさんは結構ポイント使うからね。コツでもいい。よしありがとう。西谷全部感想っていうか回収できたな。でちょもう一回、ワンタックか、ワンタックかだったら練習しつつの次、体力ないから強制ブレイクする。これはもうよっぽどのことじゃない限り変化球でいきます。ほい、これ回復するんだっけ、うまくいけば。そうだね、打たれ強さ。どうしようかな、みちるちゃんそもそも何くれんだっけ。
かぶらないよね。速球プライド、じゃあドクター剣にしようで、1月4週か。ダブルタック的なものが発生してるけど、ちょっと体力的に1回遊びますか、みちるちゃんと少しやって、何勝負よって。左のサイドスロー、アンダースロー読まれてた。いやそりゃさ、高校生と勝負してんだからさ、経験って美味しいね。教えてください。でちょっと待って、技術すげえな。いける、あ、精神が足んねえのか。まあいいや、 S にしとこう。さてそうすると、じゃあこっちも覚えるか。高速シュート、全部高速系。どうだ、七色の変化球、あとはジャイロフォーク、これを覚えるだけだ。どうせだったら変化球レベルを上げておきたいよね。精神全然ねえな。監督評価1回上げる必要ある。ちょっと1回だけやっとこう、なんか怖いから。これは一応精神ちょっとくれるか。あれ、これはなんだあ、ありがとう、すげえありがとう、本当にありがとう。ダブルタック的なものが発動してるね。やりましょう。あれ、ちょっと待って、次合宿とかじゃなかったっけ。そうだよね。じゃあどうしよう。どんくらい回復するんだ、そのうろつきイベントで。30か、微妙だな。まあ、やるか、やるときやっとこう。はい、とりあえず勝負してるんだね。あ、そうかそうかそうか、 PSR50 だから回復量も上がってる、ありがたい。変化球いいね、みちるちゃん、さすがよ。ちょっと待って、投資どうしようか。いくつ使う ?75 結構使うね。キレトロ安、ドクター K もてか脱三振安、よし。精神不足にはかなりありがたいな。やろう、ほい。ちょっとここは投資でもいい。緩急 OK、 回復したい。オッケー、いいね、いけるよいけるよ。ここは西尾と草野か。一応一般人ダブルタックとはいえ、こちらね。てかさ、野五郎くんタック組んだ、組んでなくねえか。失敗しやがった。そしてもう無理だ、ちょメンタルでお茶を濁そう。あ、タッチメンタルじゃないか。しかもダブルタック、喧嘩しやがった。喧嘩体力減るんだよね。ちょブレイクスルーができるといえばできる。あー、打つか。ここはうん、行こう。あれ、野五郎くんコントロールだったのか、お前。さてそっから、ちょっと待って、コントロール直上げとか あったっけ。一応じゃあ100にしておこう。だって変化球結構あんね。高速スライダー、高速進化500とかめっちゃ使うな。133、529、67とか。急
球速っていくつ、次152でいいや、おい、よくわかんないよくわかんないけど、よくわかんないけど、コントロール練習して、もう一回コントロール練習しよう。お、これは回復、キャー、やる気が下がった。で、野五郎くん、三田村くん、真由村くん、まあ悪くはない、やっていきましょう。やる気がないけど、え、これ何、牽制とかいらないっちゃいらないんだけど、寝るか。はい、精神がめっちゃ上がった。スカウトさん、俺のコントロールを見てくれ、見てくんねえ。低め1でいいかな、なんかそんな気がしてきたな。投手討論は勝手に終わるんだっけ。いいね、打たれてるさ。でコントロールだね、コントロール3回やろう。1回あんまり やりすぎるとなくなっちゃうからね。野五郎くんとかまだ出てないよね。あ、本物のまっすぐ来た。ジャイロ回転いきましょう。おお、来たー。ちょっと待って、これはコントロールいこう、ブレイクスルーで少し上げたい、上げられるものは上げていきたい。ダメだ、ジャイロフォーク用に取っとくか、変化球ポイントはもうこっから。そんなわけでコントロール練習します。あ、トシ君か、これなんだ、人気者とかになるんだよね。やらないとやるってなんかあったっけ、やらない、やった、コントロール1上がったコントロール1上がったぜもう1上げとこう、あのパワーチャレ用にね使うんで。ではではでは、ちょっとさすがに体力がないので、みちるちゃん終わらせちゃいましょう。お、すげえめっちゃもらえんな。ちょっと待って、俺あれなんだよ、スタミナがなさすぎるんだよ。お任せしよう、スタミナがなさすぎてちょっと投げ切れる自信がない。せめてさ30にしとこう、せめて。あの抑えとかにするにしてもちょっといいは欲しいよね。なんとか、なんとかノリノリだなこいつ。七色の変化球でノリノリで投げてる。よし、ありがとうございます。これ草のちょっとなるべく敏捷ポイントが欲しい。そんなわけで、ちょっと待って、そんなわけでさ、精密機械いっか、ちょっと取っちゃおう。これ技術余りだな。虹谷も終わってるっけ。復活か、そうか、復活があるから、まあいいや、しょうがない。そうだね、一回ちょっとメンタル挟むか。じゃあ一般人メンタル、一般人メンタルもね回復量増えてるからね。気分転換、ここすげえ久々だな。モテモテとか割とどうでもいい。スタミナ直上げする、イッチーと三田村くんか、直上げちょっとしよう。経験点も悪くない、7とかめっちゃ上がったな。なんかワンチャンさ先発いけるんじゃないか。よし、スタミナ、あれ、あとや、野五郎くんやってないよね。おい、
3回練習しよう。スタミナを上げつつ3回練習。無理か、 16% か。やるか。強引すぎるな。よし、通し。なんだかんだでさ、お、勝った。スタミナが上がった。これどっち、どっちでもいいんだよな。内角にしようか。で、内無双もつけ。で、ジャイロも来ましたと。ジャイロの投げ方で変化。やったぜー。よし、その代わり、その代わり死んでしまう。少し、また振りますか。てか、技術すげえいっぱいな。変化球、ちょっとジャイロを上げてこう。ほい、ほい。とりあえず3。で、打たれ強さはじゃあちょっと取っといて、変幻自体何が、まあ変化球はまだいけるか。で、緩急は3でいいでしょ。投手取っとこう。重い球なんか直取りでもいい気がするね。勝ち運、せっかくだから取ろう。バント封じも、せっかく敏捷があるんで取る。で、変化球ポイントが今、圧倒的に足りてないんだ。ちょっと一回メンタルやって、お茶を濁そう。あ、虹谷くんまだだったの？そういえば。まあ、いいよいいよ。君にはあんまり期待してないから。守備かー。ちょっとなんかいいのが来るまで、メンタルで、お茶を濁していきますか。と思ったら、ちょっと待って。ブレイクスルー、そうだ、甲子園のところで打たなきゃいけなかったんだ、忘れてた。すっかり忘れてた。だってこれ無理だよ。どう考えても無理だな。忘れてた。ほい。一応先発になりました。サクッといきますか。でもう寝ないといけないから無理だね。これちょっと甲子園でブレイクスルーを打つことは無理そうだ。速球プライド結構たっけえな。はい、血を取っておこう。今取れるときに全然取れないんだけど、変化球ポイントが足りなさすぎる。何に置いても変化球ポイントが足りねえ。対左変化球使わないから取っておく。なんとなく技術が余っちゃってるんだよね。さあ、ラズベリー。おお、いいね。俺の七色の変化球はさすがに打てないか。球速も普通に152あるからね。で、一応じゃあ寝る。ちょっと、いや、これは無理だよ。どう考えても無理。寝ます。で、うわ、これは美味しいけどな。ちょっとどっちかっていうとね、もう技術余ってんだよな。メンタルにしよう。ちょっとこっからはもう調整。あれ、君まだあったの。やる気が下がってしまったけど、まあ、調子安定が取れたんで、ここはピンチャーにしよう。さて、取れるもの、内無双取ろう。復活は変化球が足りねえ。変化球はもうこれが限界かな。ちょっとあと特納に振っていかなきゃいけないんで、打たれてるし。何なんだ、どうやって打ったんだ。そうか、トシ君かしかも。ジャイロフォーク、なんとなく。いいね。
ランナー2人を置いて迎えるバッターは上杉、京橋、流し打ち、ガッシデーパズル、さらに1点追加。さあ、2アウトランナー1塁3塁という場面で普通にやられそう。セカンドゴロと三振、打ちました、1アウト、スリー、スバル、よし、いや、俺からかよ、しかもこれちゃんと繋げてこう。2塁という場面で山添、第2球、投げました、内角低め、直球は外れてもちゃんと見ていく。第3球は打った、流し打ち、ファール。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、ライト前クリーンヒット、山添、やべ、いいバッティングを見せました。お前は強振だ、街道、なおもチャンスが続いています。絶好調ならいける。第2球、やべ、お前がヒーローでやんす。全然ダメだ、失点返しただけだ。ここだ、トッシー、やっぱヒーローはお前だな。スタードラー、つゆき、なおもチャンスが続きます。投げました、進化か、少し意識しすぎたか。第2球投げた、アウトコース高め、外れてボール。第3球を投げた、お前がヒーローだ、つゆき。まだまだいける、山内だから強えな、カイドウ。普通に投げた、スライダーボール。あ、俺変えられてんじゃん、よく見れば。投げた、しかし代打を送り出した回はもういいよ正直もういいんだけど。今日はここまで3打数ノーヒット。第3球、テンパにやられたな。打った、当たりだ、ダイレクトだ、スバルね。誰だっけ、板村くんか。ツーアウトランナー2塁という場面で上杉、クイック低め逃げ球、空振りから見送ってストライク。投球はこれから北村君、やっぱり球速131しかないね。ファームなんて持ってんだ。打った、よく取った、いいね。けっ、ちょっと待てよいや、もういいんだけどさ、俺投げてないから。第2球、やっぱりちょっとスタミナのなさがここに来て出たね。点を取られちゃうとね、どうしても。誰、もうまだ投げてんのか。北村君、スタミナ F なんだ。初球を打った、ヒット、小俣、ナイスバッティングです。バッターは7番稲垣、今日はここまで3打数1安打、打ちました。いいね、ゲッツ、小田切、勝利まであと1人、決まってストライク。第2球、低め持ちか、投げました、もう、そうです、そのために三田村君入れたの。投げました、見送ってストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。三田村君全然コツくなかったね、そういえば。久本、空振り三振、街道。あれ、野五郎君と一緒に練習するとさ、結構くれんだっけ、フレックスルーゲージ的なやつ。ちょっと狙ってみるか。いる、ちょっと野五郎君と一緒に練習しよう。15、ここでテストすんのかよ、もういいだろう今は甲子園に行けることを喜ぼうぜ。ほい、いや無理だな、しかもさ、野球は普通になっちゃったんだけど。結構やる気重要だからね。155、あー、いけるかな。どうすればいいんだっけ。次練習してブレイクするって使えばその場で金徳くれんだっけ。まあいいや、やるだけやってみよう。ガッ2点、そりゃそうだよね。2塁という場面で福さん、第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、打った、痛烈な球、掴みました。ちょっとミート打ち苦手っちゃ苦手なんだよね、ランナーは2塁変わりません。やっぱり見送ってストライク、いいとこ投げてくるね。振り返って2塁牽制球、投げた、2球目ストライク。うわ、際どすぎでしょう。追い込まれています。しかし真ん中は逃がさない。どんだけ打たれてんだよこいつ。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で山添、点の取り合いだな今回は。2球目ストライク。第3球、アウトコースを、点を取れば問題ない。打球が転がっている、街道追いつけます。やべ、お、いいね、こいつも絶好調だ。やべ、街道最低でも外野、外野フライ。やべはホームランを打つでやんす。街道追加点のチャンス。草野のやる気がないのか。一塁二塁という場面で草野初球から打ってった。ワンバウンド。街道走ってったね。誰？わかんない。二点入りました。8対3。打ちました。痛烈。伸びた。伸
リードを6点に広げます。つゆきくん結構強いよね普通に。ちょっと初球打ちアウト。もういいや、眉村に変わってるし。で、まあ三田村くんもいるし野五郎くんもいるし、ダブルタックだし変化球欲しいけど、変化球欲しいけどなんかたまんなかったら嫌だな。安全牌でいこう。安全牌で、でここも勝たなきゃいけないけど打ってこう。技術すげえな、ほんとすげえな。ちょっと弾道上げよう。ちょっとミート上げる。ミートも筋力使うのか。タイピンちょっと持っとこう。でそこからの復活、ドクター K も取れる。変幻自在はもう最後のあれに任せよう。で最後ブレイクスルー打って変化球のタックが組めればまあ文句ないんだけどね。ちょっとどうなるかはわからない。そもそも勝たないといけないっていう。つなげていこう。矢部が出てくれたのか。いいね、ヒット2本で1点。危ない今のは。当たったらちょっと力配分。怒涛の攻撃。初球打ったクリーンヒット。海道これ一周するんじゃん。ムード丸絶好調、いける。弾道は3ある。こいつ投げました。どうよこれが絶好調よ。ちょ待って4点って何。追加点のチャンスを迎えました。一応俺なまだ投げてるけどさ、本当に点取っといてよかった。ケツシー頼む。お今日打ってないじゃないか。これで今日は俺が一花咲かせてあげよう。投球これから2球目。やるときはやる。それが第3球を投げました。トシだ。いったこれはいい当たりだ。海道2回戦を見事突破しました。何なのあの4点。さてじゃあブレイクスルー最後に打って、変化球ないかー。じゃあなっけ、ちょっと待って、これはこれですごいけどもういいんだよ。技術は足りないものを補ってきますか。ほい西谷、あそうだね、ジャストピットで、もういいやこれで。 よくやる気普通で頑張ったよお前は。で変幻自在だけは取る。ジャストフィットってどんくらいするんだっけ。あ変化球使わない、やったーと。で技術があり余ってるけどちょっと調整に入るかな。そやね、ほい。最後の試合の経験点とエピローグ経験点で調整しましょう。お待たせいたしました。4番トッシー先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、なんかちょっと詰まった音がしたの、なんで。これです。頑張ってんな。さあ先制のチャンスを迎えました。山根君競争心持ってる。山根今日は競争心とムードの力で投げました。会心の当たり抜けた、二塁セーフ。なんてことはない。お打ってる。1対0決まったストライク。まずは見送りました。第2球投げました。打ったショート。ダメか、これでやべ絶好調とこ続いてんな。2塁変わりません。危ない球。第2球投げた、ムービングファーストはボール。第3球はインコースいかないか、ちょっと早すぎたね。クリア打った当たりだ。センター交代、ダイレクトフェンスに当たった。海道さらに1点追
山内くん。さあここは勝負するか。初球引っ張った。ちょっと早いな。ちょっと遅いな。意識しすぎて、やべ早さすがに足。さあ追加点のチャンスを迎えました。アンヌに変わってる。ランナー二塁という場面で打ちました。ピッチャー返し。抜けた。ナミキビリーバッティングを見せました。海道なおもチャンスが続いて。山内くんすげえな。なんでだ。まあ2失点はねしょうがないよ。まあ悪くない悪くない。でドラは2か。どうしようかな。復活持ってるからな。でも俺今中継ぎが足んないんだよね。まあ復活持ってるからな。先発にするか。スタミナ C にはできると思う。いいね、104もらえるし。ここでさ、ノゴロウ君入れてたら、なんかノゴロウ君から点もらいたいよね。まあ、9400でしたと。経験点自体は悪くない。で、人間自在とってあって、基本的に金徳は抑えたか？金徳は抑えてあるね。そんなわけで、じゃあちょっとスタミナは C 欲しい。ちょっと先発を任せるんで。で、技術がすんげえ余ってんだよね。変化球どうしようか。せっかくだからな、ジャイロフォーク4にする？せっかく覚えたんだもんね。ジャイロフォーク4にしよう。で、あとはもう変化球を使う得のは取れないんで、なるべく技術を消耗していく。だけ使うやつ、あれ球結構使うね。技術少し伸びがつく。アウトロー9位。ピンチの場面スタミナ 1.5倍。いやそこまでやるとスタミナもともとないからな。アウトローストレートの9位がアップ。もうこれにしよう。あれる？じゃあ荒れときますか。先制ストライクを取ろうかどうしようか。根性ね。あ、尻上がり欲しいな。能力的なものとして尻上がりが欲しい。回復対左20万にしとくか。対ピン20万にしとくか。技術やたら余っちゃったな。やっぱりあとなんかあげられるのある？野手特納。怪我しにくさそういや取ってねえわ。毎回取らないよね。なんか忘れちゃうよね。いやー技術余らしたな。三田村くんじゃなくてよかったか。どうだったんだろうな。精神と技術のバランスが悪かったよね。でも本当に何もあげらんねえよ。じゃあはい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 。まあこんなもんですね。SS には届かなかったか。まあね、ちょっと変化球のね伸ばし方がムラがあるからね、まあ、しょうがないとして、それは、まあ、一応なんか謎の先発ができたんで。そうだ、あのピロ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 ってやつを見たいんで、ちょっとすいませんね、名前だけ決めさせていただきます。まあ、いつも通りなんだけどね。コーン102と。はい、んもうちょいか。まあ、多分変化球の伸ばし方次第では多分 SS いったかもしれない。ちょっと分かんない。というわけでね、ただまあ強化街道高校は結構強いと思います。普通に天空よりはなんか安定して作れそうかな。俺の場合はちょっと強化天空はねもう結構苦手だったんであれなんですけれども、まああと街道はねどうしても2種類目のね得意練習何が来るかっていうのも割とガチャ的な運が絡むんですけれども、あとまあ相棒キャラはね街道高校にはやっぱり合ってると思います。みちるちゃんのね50はやっぱり強いよね。
というような感じでして、まあコントロールもね102秒できるし、まあ、みちるちゃん海道高校自体ではいいんじゃないかな。ちょっと他の高校だとどう生きてくるのかは分かりませんけれども、まあそんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。